こんにちは、もみもみチャンネルのもみもみです。今回は8月17日アップデートで追加される流線について解説と編成の紹介をしていきたいと思います。私、この流線という人に関しては全く知りません。こうやって動画で作っていて、全く知らない人を紹介するっていうのはとてもですね、流線に失礼だと思いまして、簡単に流線について調べてみました。劉備の息子で後様とかいう人が大人になったやつですかね。なんか趙雲が助けた息子、これが大きくなって劉備の後の皇帝になったと。でなんか孔明にいろいろ政治任した後、孔明が亡くなった後に宦官に今度は政治を任せたら、なんかどんどんダメになっていたと。家臣が助言しても何も反応を示さないこの劉生に対して、どうしようもない人物という意味のことわざができるぐらい無能な人物だったそうです。じゃあこのどうしようもない人物と言われるぐらいのこの劉仙という武将は第三国志においては強いのか弱いのかどっちなんだということで、固有戦法の紹介です。劉仙が置物になる代わりに味方が主導戦法を発動した際、これは固有に関わらずですが主導戦法を発動した場合、こちらでは 40% ですね、最大値 40% 知略依存を受けて、再度全ての準備ターンをスキップしてもう一回発動する、その効果やダメージは元より 50% 減になるという効果となっております。これはかなり面白い戦法じゃないですかね。今までにない戦法ですし、イメージとして近いのは法政なのかなと思いました。ただ法政に関しましては固有戦法の発動率を奇数ターン 100% にするだけでしたが、この流星に関しましては自分に強力なデバフをかけて他の2体をかなり強くしてくれるという戦法となっております。毎ターン味方がですね、初めて主導戦法を打った時に大体 40% で発動すると書いてあるんですが、この効果に関しましては無凸の流線で40で 46% ぐらいと言われておりまして、赤くなったりとかしても大体 60% ぐらいが頭打ちなんじゃないのかなとも思います。ただそれでも十分面白い効果が期待できると思います。その面白い効果の前にちょっと分析戦法を紹介したいと思います。この分析戦法は3武将が全て陣営が違う時、これの書き方としてはいつも、間違いやすいんですが、義が2つで語が1つっていう場合でも発動すると言われております。その際に全ての武将、自軍の武将の戦法距離がプラス1される、さらに陣営が異なる武将に関しましてはダメージの増加や回復負荷効果もつけてくれるというかなり恩恵のある戦法となっております。例えばですけど長飛とか戦法距離4だけど本営に置きたい武将、こういう武将を本営に置くために使うのもいいですし、新兵対象での霊帝、最近使われなくなってきましたね。やっぱり霊帝本営に同業賢弱つけても戦法距離4だから本営を殴れない、こういうデメリットをこの戦法によって解消できるじゃないのかなと思います。ただですね、わざわざこの戦法をつけて戦法枠1つ使ってまでこれを使うよりか、もともとですね戦法距離が合ってる武将や戦法をつけた方が手っ取り早いんじゃないかなと思います。私としては分析戦法にするためよりかは流線でちょっと遊んでみたいかなという印象です。それでは先ほど話した流線の面白い活用法をまず紹介していきたいと思います。まず
一つ目にいいなと思った組み合わせは龍泉と貫禄ですね。これ貫禄ダメージだけじゃなくて混乱がついていますので、貫禄が固有戦法を発動してまた 50% でもう一回貫禄の固有が発動してくれれば混乱をかなりばらまけますし、まあ、その後ですねもう一回貫禄が次のターンで発動した時はダメージ恩恵を受けやすいので、まあ、貫禄と龍泉という組み合わせはいいんじゃないかと思います。2つ目は止水艦観念や芝居ですね。これらの武将は動揺がついていて高発動の武将となっております。そうすると連続で発動した際ですね動揺効果が起爆しますので、龍泉と組み合わせることによってダメージが上がりやすいと考えられます。3つ目としては銀兵も相性がいいと思います。やはり銀兵は 100% 発動でですね毎ターン龍泉の判定を受けられますので、最近銀兵火力少ないなと思ってきていますが、これによって底上げができると考えられます。そして4つ目は各家やあと三軍とかですね、ここら辺の戦法も連続して発動したらかなり強いですので、まあ、そういった意味ではサポート系との相性も良いと思います。例えばあと面白い使い方だと思ったのが中華サイトを調べていてあったのですが、修防腐海ですね。これは龍泉と組み合わせることによっていつもよりですね1回多く判定を受けることができます。ですので純育、修防腐海、河内とかだった場合は純育の固有とかがですね2回判定起きたりしますので、そうすると修防腐海が3回判定になる。これは面白い使い方だと思います。またもう一つは候補数との組み合わせです。あと面白いと思ったのは候補数ですね。候補数に主導戦法2つ、まあ高発動や判定が多いやつです。河内や戦撃、止水艦、扇手、まあここら辺をつけておいて龍泉と組み合わせれば、まあ龍泉の効果によって再発動した際はさらにもう一回候補数の固有の判定が起きます。これはダメージは 50% カットされずに元々の候補数のダメージで出せますので、かなり候補数の火力が増やせるんではないかと中華サイトにも書いてありました。龍泉が冒頭で話した通りいい武将か弱い武将かと問われますと難しいです。まあ、これはかなり面白い武将ですし使ってみたい武将の一つです。まあ私は狙って引かないかなという印象ですね。出たらラッキー試してみようかなぐらいの感覚でいます。それでは最後にこの龍泉を使った編成をですね簡単にさらっと紹介していきたいと思います。今回はまとめて編成を紹介したいと思います。まあ大体ですね先ほど紹介した組み合わせを使っていく傾向があるみたいです。あとは龍泉にヘイムをつけることによって知略が上がる、それによって再発動判定率が上がる、まあ、この組み合わせも結構多かったです。龍泉が貫突していた場合なら新兵対象の補佐役として使うのもいいと言われております。ただやっぱりステータスが低いですので赤くないとこれはやめた方がいいんじゃないかなと思いました。龍泉に関しましては面白い組み合わせっていうのがまだまだ出てくると思いますので、ぜひぜひ皆様龍泉を当てて面白い編成を組んでみてください。今回の動画が役に立った、参考になったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではじゃあねー。